何が？急にどうしたの？そうだね。静かな人だよね、あなたは。それがどうかした？何を言えてないの？ああ、好きとかそういう言葉をあまり言わないけど大丈夫ってこと？ そんなこと気にしてたの？ そうだね。そんなことだよ。その程度のことだよ。あ、勘違いしないでね。そういう言葉を軽く見てるわけじゃないよ。だからね、言わなくてもわかるから大丈夫だよってこと。あなたは言葉にしない分、行動で示してくれるじゃない？うん、それで十分だよ。それに時々は言葉にしてくれるし。そういう言葉を言うのが得意じゃなくて、普段から口数も多くはないあなたが言葉にしてくれた時はね、特別感があってとっても嬉しいんだよ。うん。たまにだからこそいいってのはあるね。それに気持ちを伝えたい時はこうやって抱きしめてくれるじゃない。目が合えばそうやって優しい目で私を見てくれるじゃない。それで十分なの。うん。だから言葉が多くなくても大丈夫。いつもちゃんと目を見て話を聞いてくれるし、私が歌えば目を細めて微笑んでくれる。あなたのその笑顔が好きだよ。あなたの笑顔を見ると私も嬉しくなるの。だからいいの、それで。そんなに気になる？言葉以上のものをあなたはいつもくれてるよ。それはそうだけど、それなら、そうね。じゃあ、私がたくさん言ってあげるから、10回に1回くらい、私の言葉を復唱してみる？ ありがとう。でも、そんなことしなくても、そのままのあなたが、大好きだよ。